2年後に国家公務員キャリいわゆるキャリア試験にトーフル等を導入いたします。おそらく企業はこれに習ってくると思います。大学入試が変わり高校が変わります。 As a result, universities will undergo a transformation and the ripple effect will extend to high schools which will also undergo a transformation. 小学校3年から実用の英語教育を始めます。2つ目の国際フロンティアは TPP 決断をしました。 RCEP 進めていきます。 FTARP も進めます。日 EU も進めます。経済連携を進めていく中で、このインフラのパッケージ輸出にトップセールスで取り組んでいきます。原発の売り込みばかりが目立っていますけれども、高速鉄道等々、トップセールスとして海外展開をしていきます。アベノミクスは必ず成功します。 In other words, Abenomics will definitely, succeed.なぜなら成功するまでやり続けるからです。The reason for this is that we will keep on trying and pushing forth with Abenomics until we succeed. That is why we will definitely absolutely succeed. 自民党の原子力政策にその、ある種過信があったということは、否めないと思います。日本は地震大国でありますから、想定外という言葉が出ないくらい、十分な想定をしておくと、そこに、至らぬ点があったのではないかと思っています。